まずは福岡パルコで最新の肌見せファッションアイテムをチェックしましょう。こちらの商品なんですけど、背中開きがポイントになっていて、背中開きは結構今年のトレンドになっています。なんか大人の女性でもすごい着やすい肌見せ感になってます。店内には背中や肩の部分が肌見せできるアイテムがたくさん。こちらのデニムのワンピースになるんですけど、お腹の部分のサイドがカットされていて、そちらが肌見せポイントになります。こちらのワンピースを試着してくれるビューティー部員は、今回肌見せ初挑戦の佐藤さん。ちょっとドキドキですね。こんな感じです。めちゃくちゃ見えるなって感じではなく、形がすごい綺麗なので、なんかすごいスタイルアップもすごい見えるような、なんだろう、抵抗っていうのは全然ないです。後ろにもカッティングが入っているので、チラリと見える背中もポイントです。ジャケットがセットになっているので、いろいろな着こなしが楽しめますよ。続いて佐藤部員が試着したのは、肩と背中の部分が開いたこちらのシャツ。実はこれ、ボタンを開け閉めして肌見せ具合を自由に調節できる優れもの。なんかお仕事の時でもちょっとこう閉めて使えそうですし、ちょっとこう今から遊びに行こうみたいな時にちょっとこう開けて使えるかなっていうような、いろんな楽しみ方ができるなって思いました。続いての肌見せアイテムを求めてやってきたのは、同じ福岡パルコにあるこちらのお店。ここに肌見せにお悩みの様子の部員が。若い方だったらいいかなというか、年齢を重ねていくと、ちょっと気になる部分、二の腕だったりとか、ちょっと恥ずかしさが出てきて、なかなか手が伸びずにいます。田平部員のように、肌見せは気になるけど正直自信がないという方多いんじゃないでしょうか。そんな悩める大人の皆さんにこそ試してほしいのが、レースやチュールなど透け感のある素材を使ったアイテム。重ねて着る。田平部員、肌見せへの苦手意識払拭なるか。結構大人っぽいですね。程よい色気と大人っぽさ、すごくこのレースが上品で素敵だなって思います。気になっていたこの二の腕の部分もいい感じに肌に馴染んでカモフラージュしてくれてるので、すごく安心しました。こちらはメッシュ素材の T シャツ。ほんのりとした透け感でカジュアルなコーデにも使えます。私もすごく着ていて安心感があります。これだと取り入れやすいなって感じますね。大胆に二の腕を出すとかちょっと勇気がいるんですけど、いいですよね。チラ見せ。でもなんか平さん見てたら自己肯定感も上がりそう。そうですね、よりなんかこう胸を張って街を歩けそうなね。なりますよね。そしてこちらに映っているのはですね、街の方、いろんな肌見せファッション楽しんでいらっしゃるんですが、はい、この右下の方ですね、どこが肌見せなのって思うかもしれないんですが、はい、実はこの方ですね、シアートップスの中に、胸のあたりまである短いトップスを中に着てらっしゃって、お腹のあたりが透けてるそうなんですね。ちょっとこの画像だと分かりにくいんですけども、そういった取り入れ方もあるということで、重ね着の中にも肌見せがある、はいはい、ね、いろんな楽しみ方がありますので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。ただやっぱり肌見せするというところで、はい、自信を持って肌見せしたいですよね。そのケアアイテムも取材してきました。ちょっと夏になって腕とかも肌出すところが多くなってきたら、ジム通おうかなと思ってます。脱毛とかこれからやりたいなって思います。トレンドの肌見せファッション、せっかくなら自信を持って着こなしたいですよね。肌見せの準備がまだという方、今すぐ対策始めちゃいましょう。まずはお肌をきれいに見せるボディケアグッズを求めてハンズへ。こちらのホワイトコンクホワイト CC クリームです。ボディの気になるところに塗っていただくと、ワントーン明るくなるような効果になってます。腕や足、デコルテなど気になる部分にこのクリームを塗ってよーく伸ばすと、ご覧ください。
お肌がワントーン明るくなりました。すごくしっとりしているのと少しラメ感が入っていて、光が当たるとお肌がより綺麗に見える効果がありますね。お風呂で肌ケアをしたい人におすすめなのがこちらのボディタオル。その名もゴムポンツルツル。繊維がゴムの微粒子でコーティングされており、水で濡らしてこするだけで消しゴムのように古い角質を優しく落としてくれるというもの。肘ですとか膝はもちろん、デコルテとか気になる部分を洗うボディタオルとしてお使いいただくといいと思います。二の腕やお腹を何とかしたいという人への強い味方が美容家電。スタッフ新貝さんのおすすめが、微量の電気で筋肉を刺激し引き締まった印象に見せるボディケア機器です。でこちらが EMS といってビリビリ電流が流れるので引き締め効果があります。あとこちら RF っていうのが温める機能になるので、温めながらほぐすことでよりこう深部までケアすることができます。ビリビリすごいビリビリする。腕の筋肉が動いてるみたいな。そうですそうです、筋肉の収縮をするので引き締めができます。すごい、はい、腕触って思ったんですけど、はい、さっきやった左側の方がすっきりとした感じを、あ、本当思います、はい、高周波と低周波2つの EMS を組み合わさっているので、より深いところまで筋肉に刺激をすることができるので、今みたいに効果がすぐに現れたと思います。すごい。皆さんも今年の春夏は健康的な肌見せ楽しんでみませんか。